今日の一問一答ですね。介護支援分野、事業者及び施設という単元になります。指定居宅サービス事業について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定の申請をしなければならない。診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定の申請をしなければならない。というふうにありますが、これは誤りになります。 診療所が居宅療養管理指導を行うときというのは、これはみなし指定ということになっておりますので、介護険法による指定の申請をしなくてもですね、もう診療所であるというだけで、居宅療養管理指導を利用者さんに提供できると、まあ、このような仕組みになっておりますので、まあ、その点を押さえておくといいですね。で居宅療養管理指導のみなし指定が、となっているところですね、というのは全部で3つになります。まず1つが診療所、そしてもう1つが病院、そしてもう1つが保健薬局ですね。 診療所と病院と保健薬局。この三つが、居宅療養管理指導の見なし指定ということになっておりますので、その点を押さえておくといいですね。で、居宅療養管理指導というのは何、んですかといったら、これはですね、まあ、通院の難しい利用者さんのお宅に伺って、で、そこで医療の専門家がですね、まあ、直接に療養管理を行ったり、在宅療養生活上のアドバイスや指導を行うという、まあそういうようなサービスになるわけですね。 ですから、まあ、医療系のサービスということになります、まあ。お医者さんであるとか、歯医者さんであるとか、まあ、歯科衛生士とか薬剤師とかですね、えー、あるいは管理栄養士といったような医療の専門家が、まあ、自宅に訪問して、まあ、療養管理や指導を行うという、まあ、そういうようなサービスになるわけですね。ですので、まあ、医療系のサービスですから、まあ、医療保険の適用対象となっているようなですね、まあ、医療機関ですね、保険医療機関についてはみなし指定となっていると。 診療所ととと、病院と保健薬局にについいててはななし指定になっていると、まあ、このような認識を一つ持っておかれるといいかなというふうに思います。ということで指定,指定許諾サービス事業について問うている今日の問題ですが診療所が許諾療養管理指導を行うときは介護保険法による指定の申請をしなければならないというふうにありますけれどもこれは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。